メカスーツの造形もそうなんですけど、武器持たせたらめっちゃくちゃかっこよくなりましたね。皆さんこんにちは、ジ・ショールゴムルだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴ忍者5コールのエレメントパワーメカスーツです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年発売されたレゴ忍者号です。こちらは前回組み立てたカイのエレメントパワーメカスーツと一緒に発売されました。ちなみにこちらは先月のアマゾンプライムデーセールで1900円で買いました。はい、箱はこのようになっていて、この黒色ベースのロボットめちゃくちゃかっこいいですよね。僕はこういったロボめちゃくちゃ好きなので、このセット作るのめちゃくちゃ楽しみです。ちなみにこちらは前回紹介したカイのメカスーツ同様に、このようにバラバラになってオリジナルのロボにカスタマイズすることができます。こちらの定価は2980円でピース数は235個です。ではこちらのコールのエレメントパワースーツを組み立てます。コールのエレメントパワーメカスーツです。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で30分くらいで完成しました。で、このコールのメカスーツなんですけど、黒ベースになっていてめちゃくちゃ武骨でかっこいいんですけど、これ作って思ったのが意外と小さいですね。箱の後ろの通りなんですけど、前回作ったカイのメカスーツよりちょっとだけ小さいですね。なんでこれちょっとちっちゃくしちゃったんだろうな。まあ、坊主だったら同じサイズにして欲しかったよって思ったんですけど、これは多分まあ大人の都合ってやつなのかな。今回のセットに付属するミニフが全部で2体で、左からコール、こちらがオオカイマスクです。ちなみにオオカイマスクなんですけど、前回作ったタイのメカスーツについてくるオオカイマスクのフィグとほぼ一緒で、違いを言うのであればここですね、この肩アームのパーツが増えました。もうそれ以外は全部一緒になっております。はい、続いてはこちらのコールです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ちなみにコールの頭部はリバーシブルフェイスとなってますので、このように回転させることができます。で、閉じますと。はい、こんな感じです。カイと比べるとこんな感じで、目のパーツとかもほぼほぼ、なんか一緒に見えますね。はい、続いてはこちらのコールのメカスーツを見ましょう。これ先ほども言ったんですけど、黒ベースで、全体的に武骨な造形になっていて、めちゃくちゃかっこいいです。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになって、おります。では近くで見ましょう。まずこちらが胴体です。胴体については前回作ったカイのメカスーツと作りについてはほとんど一緒ですね。まあ、細かいことを言うのであれば造形が微妙に違いますね。続いて腕はこのようになっていて、先ほど黒ベースとは言ったんですけど、後ろにオレンジパーツが使われているんですけど、このオレンジのクリアパーツがめちゃくちゃ綺麗ですね。肩アーマーはこのようになっていて、拳については結構こう手抜きになってますね。ちなみに拳はヒンジでこのように稼働して、この中に武器を持たせるピン穴があります。続いて下半身はこのようになっていて、下半身も上半身と一緒で黒ベースになっていて、造形もすごいかっこいいです。ちなみに左足側に刀を入れることができます。メカスーツの稼働範囲は腕がボールジョイントになってますので、このようにグリグリ動かせるのと、あと拳がヒンジでこのように動きます。で、あとは腰がこのように回転して、足もボールジョイントになってますので、このように動かせれて、足首もこのように動きます。ではコールのミニフィグを乗せます。ちなみに乗せ方は前回の回のメカスーツと一緒です。ここに乗せてハッチを閉じれば、はい、これで完成です。これミニフィグ乗っただけでめちゃくちゃかっこよく見えますね。これは素晴らしいです。はい、そしてコールのメカスーツの武器のハンマーです。ハンマーについてはテクニックパーツが使われていて、あとは少ないパーツでこのように造形がされていますので、結構完成度は高いです。ちなみに前回の回の体験と並べるとこんな感じで、長さについてはほぼ一緒ですね。まあにしてもこの回の体験の迫力めちゃくちゃすごいですよね。まあないと思うんですけど、こんな感じで合体したらめっちゃかっこよくなったんじゃないかな。では武器を持たせます。はい、武器を持たせてこのようなポーズも難なく決まります。メカスーツの造形もそうなんですけど、武器持たせたらめっちゃくちゃかっこよくなりましたね。レゴ忍者号のロボットって耐久性もそうなんですけど、安定性もありますので、このような片足立ちポーズも決まります。はい、そして前回組み立てたカイのメカスーツを並べるとこんな感じです。僕はこの2体のロボのカラーリングすごい好きなんで、これはめちゃくちゃ映えますね。ただこれ先ほども言ったんですけど、コールのメカスーツはカイのメカスーツより一回りぐらい小さいですね。正直な話を言ったら、
ールのメカスーツもカイのメカスーツぐらいのサイズにしてほしかったなって個人的には思います。では前回の動画でも言ったんですけど、このロボットをカスタマイズしたいと思います。武器も外して、で上半身と下半身を分割してっと、でコールのメカスーツも同様に分割して、このように取り付けて、であとは武器をつけて、で上半身と下半身を合体させる、パッと腕を取り付けて武器を持たせて上半身と下半身を合体と、はい、こんな感じでカスタマイズさせて遊ぶことができます。まあ言うても胴体と武器変えただけなんですけど、胴体と武器変えるだけで結構見栄えが変わりますね。今回僕2種類しか買わなかったんですけど、これは残りの2種類も買っときゃよかったな今回こちらのセットはもう基本的にパーツ目当てで買ったので、まあ残りの2体はまあいいやって思ってたんですけど、まあ今回こういうカスタマイズ遊びしてたらやっぱ2体欲しくなりましたねはい、レゴ忍者号コールのエレメントパワーメカスーツはこんな感じです。はい、ということでレゴ忍者号コールのパワーエレメントメカスーツを組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたこちらのコールのメカスーツなんですけど、メインカラーがブラックで武骨な造形になっていて渋くてめちゃくちゃかっこいいと思いました。であとはコールのメカスーツに使われているパーツが割と珍しいパーツとかがいっぱいありましたので、これは作ってすごい楽しいと思いました。あ、まあ強いて言うのであれば、このコールのメカスーツは他の3種類と比べてちょっと小柄になっていますので、まあどうせだったら全種類一緒の大きさにして欲しかったなって思いました。であとは他のメカスーツがあれば自由にカスタマイズして遊べることができますので、これも楽しいと思いました。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。